鹿児島 SDGs セブンティーンカラーズ。この番組では SDGs に取り組む県内の企業や人を紹介します。皆さんこんにちは、鹿児島 SDGs ナビゲーターの中垣ルルです。今回は高校生の SDGs アイデアをご紹介します。高校生がチームで社会課題解決のアクションアイデアを考えるコンテスト、 SDGs クエスト未来甲子園。鹿児島大会には25校61チームがエントリーし、実行委員会の審査を経て先月12チームのファイナリストが集まりました。大会協賛企業からの特別賞、川賞ハウス賞に輝いたのは総高校チームサネカタグループ1です。僕たちは竹歯ブラシを使って実際に歯科指導をしたりできるのではないかと感じて、竹歯ブラシの普及促進していこうと考えていました。川賞ハウスは鹿児島市を中心に不動産事業を展開する企業です。やはり我々不動産業に関わってくる、土砂災害警戒地域の、住宅にも、将来的にはその地区外が減れば影響が、減ってくるので、そこまでちょっと我々としても考えて、今回川賞ハウス賞を取ってさせていただきました。総高校からは保健委員会のメンバーが分かれて3チームがエントリーしました。皆さんは普段どんな活動をしてるんですか？保健室に昼休みや放課後に集まって、小学校への出前授業などの話し合いをしています。小学生に歯科指導や未成年飲酒防止のことを教えたりしてます。総高校は保健委員会が活動が盛んなので、入って私も活動してみたいと思ったので入りました。毎日充実していて、いろんなことができて、歯科指導などについて考えることができています。指導するのは養護教諭の実方先生、いわゆる保健室の先生です。いろいろこう学びを通じて、SDGs に関して考える機会っていうのがすごく増えたっていうのを、この子たちも話をしながら出てくるので、すごく分かってよかったなと思ってます。生徒の皆さん、何がモチベーションになっていたのかなっていうのが気になるんですけれども、もしファイナルに進出することができれば、授賞式が鹿児島大学であるということで、みんなで鹿児島市内に行けるよっていうことを目標に頑張ってました。ルルズアイ。生徒たちにとって今回の取り組みはSDGs について学び、川賞ハウス賞を受賞して、さらに鹿児島市のプチ旅行も楽しめる、まさに一石三鳥の経験となりました。僕たちはアイデアで終わらせるのではなく、実際に行動に移し、竹歯ブラシの商品化を目標にしています。竹歯ブラシを製作するにはコストがかかるため、僕たちでは限界があります。竹歯ブラシに賛同してくれる企業の方々、こちらまで待ってます。未来甲子園で川賞ハウス賞を受賞した総高校のアイデアが形になることを楽しみにしています。みんなで鹿児島 SDGs。